橋本チャンネル始まりましたー。はい、橋本里奈です。今日は橋本里奈のお悩み相談。ありがとうございます。ありがとうございます。橋本さんのお悩み相談ということで、はい、これはスタッフからの持ち込み企画なんですけど、はい、橋本さん、この YouTube では普段のまあグラビアアイドル橋本里奈と違う一面を出していきたいっていうふうに言ってたじゃないですか。はい、それがまあトークだったり、うん、そのトーク力をさらに伸ばしたり、橋本さんの魅力をさらに伝えるために、はい、今回僕がお悩みをヤフー知恵袋の方から勝手に拾ってきました。そうですか。はい、なので、はい、そこに来てるまあ悩みですね、うん、しかもまあこのチャンネルで言うと男性視聴者が多いので、うんうん、まあ、男性からの悩みっていうのを橋本さんにもう忖度なしというか、うん、ぶっちゃけで答えていただきたい。はい、ちなみにプライベートとかで橋本さんは悩みとか相談される側なんですか、それともする側のことが多いんですか。どうやろ、嫌なことあったらでも私めっちゃ人に話しますね。それが結構消化になるんで相談する気はします。でも相談も結構されるかなと思います。葉月さんとか戸田さんとかプライベートの友達もそうだし、まあ、マネージャーとかもそうだけど、こういうことがあってみたいな話は聞きます。そういう時はもうマイナスの負のオーラ全て吸い取ります。 あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあ今日も結構深刻な悩みも多いんで、うん、めちゃくちゃ助かります。吸い取っちゃうかな。吸い取っちゃうかもしれないです。で結構あの後半も元気なくなっていくかもしれないまあどうなんですかね。でも結構深刻な悩みも、あ、そう、熱量にもよりますけど、ね、はい、取ってきちゃったんで、はい、今日よろしくお願いします。答えていきます。私がでは、橋本さん、よろしくお願いします。お願いします。橋本先生って言った方がいいかもしれません。橋本さん、橋本先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目、はい、恋愛による童貞卒業って都市伝説ですか。僕はいくら頑張ってもできませんでした。まず、異性として見られたことが一度もありませんでした。うん、という、ちょ待って、どういうことそういう系質問。いや、一個目はこの質問なんですけど、異性として見られたことがない、男として見られたことがなくて、はい、こう童貞を卒業できていない。はい、恋愛による童貞卒業ってできるんですか。どういうこと、恋愛によるっていうのはじゃなくて、こうお店で卒業したっていう話。この彼はお店で卒業以外の選択肢ってそもそもあるんですかってことですね。逆にどうやって卒業しました聞いてます。僕はこの質問趣旨とぶれちゃうんですけど、うん、普通に当時の彼女と、ああ、じゃああれですね、恋愛して卒業したみたいな感じですよね。でも世の中にはそれでできなくて悩んでる人もいっぱいいるっていうことなんで。そうなんやね、はい、まあそもそもだから、その異性として見られたことがないっていうのはどういうあれなんですかね。もう例えば女友達とめっちゃ一緒にいる男の子で異性として見られたことがないのか、それとももう眼中に入れへんほどの、あ、そっちか。そしたら異性として見られたことがないっていう発言さえもうおこがましい思いません。確かに、まあそう、それっていうのは結局ちゃんとしてないんじゃないの。女性とちゃんと恋愛をしたいんやったら、やっぱ最低限ちゃんとしなきゃいけないことってあるじゃないですか。清潔感保つとか、はい、何やろ、わかんない、すごい太ってるとか、すごいなんか不潔とかじゃないんですか。そういう人やと、異性として見いひんっていうよりかは、もはや異性としては見てるんですよ。けど、もう、生理的に無理みたいなゾーンに入っちゃったらもう終わりじゃないですか。ああ、はい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 。だからやっぱり自分磨きをまずしないとダメなんじゃないですか。その、そもそもこのそういうのあるんすかみたいな感じで言ってる時点でもちょっと違うんじゃないかなと。ああ、なるほど。まずは自分を見つめ直せと。うん。鏡を見ろということですか。すごいきつく言うとね、だって全く知らない知恵心の人に言ってるけど、まあそうじゃないですか。世の中なんかかっこいい人だけが結婚できてるわけじゃないんでね。かっこよくない人だって、可愛くない人だってもちろん普通に恋愛して結婚してるし。その人なりのいいとこがあって多分結婚できてるんで、そこじゃないんじゃないかなみたいな。じゃあ結論言うと、橋本里奈的明日卒業する方法っていうのはないんですか。明日卒
プライベートでってことですね、はい、そのお店じゃなくてですよ、はい、明日は無理じゃない、急やん。1週間もいきます。1週間で童貞を卒業する。え、そのちゃんマジでしっかり恋愛できるような体制になればいけるんじゃないですか。でもしちょっと YouTube でも、例えば橋本さんの前にこの童貞で悩んでる人連れてきてプロデュースして1週間で童貞卒業させますみたいな企画やったらいけますまあ、その人のポテンシャルにもよるかもしれんけど、うん、いけるんじゃないですか。そういう人ってしかもめっちゃハードル高かったりするから、そういうとこから見つめ直さなきゃ気はする。はいはいはい。うん。じゃあ橋本さんが行ってる美容室行って、綺麗に整えて、橋本さんのコーディネート服着て。めっちゃおもろいですね、その企画。はい、ぜひ。例えば今、ちょっと狙ってる女性がいるけど、僕は童貞で自信がないんですっていうのを後押しするためにとか、ちょっといいかもしれないですね。1週間って言わず1ヶ月ぐらいが欲しいですね。そしたら1ヶ月ですか。うん、だってその狙ってる女性って1週間じゃできないでしょ。1ヶ月めっちゃめんどくさいな。ちょっと何やねん、そっちが出してきたくせにそっちが出してきた企画のくせに何やねん。次行きましょう。はい、わかりました、うん、女性の方に質問です。はい。25歳以上の童貞男子って気持ち悪いですか？気持ち悪くないです。別に。うん。年齢そんな気にならないかなとは思いますけど。どうですか？年齢は、男性ってやっぱり見栄を張りたいというか、うん、年は上がれば上がるほどちょっと言いにくくなるっていうのがあるんで、うんうんうん、いや、早い方がかっこいいみたいなのありますもんね。はい、なのでこの人からするともう25歳っていうのはもうかっこ悪い年になってるんかな、うんうんうん、なので橋本さん的にやっぱこう上になっていくほどこの童貞っていうのをどう捉えるかっていうのを先生に教えていただいて、はあ、じゃあ例えばですけど20歳の童貞くんと25歳の童貞くんと30歳の童貞くんがいたとしたら、確かに30歳の童貞くんが一番重症な気はしますよね。その20歳の童貞くんよりも。それは、だから25歳がこの質問してる人にとってやばいんじゃないかって思うのも全然意味はわかるし、なんか例えば、だけど今、うわ、めっちゃタイプ、めっちゃイケメン、性格もいいし、喋っててデートして、あ、この子いいかもって私が思った25歳がいたとして、実は童貞なんだよねって言われた時に、別に悲観。あ、そうです。その、え？ないわとは思わん。童貞なんだよねって言われたら、あ、そうなんや。今まですごくピュアな人生を生きてきたのか、それともすごくなんやろ。別にそのなんやろ。そんなになんも思わん。例えばその、平野翔くんがとか出していいんかろうから、平野翔くんが例えば、はい、経験ないんだよね。はい、え、かわいいって感じじゃないですか。顔やな、でも。顔やねんな、それは。世の中。世の中それは顔やねんな。世の中さ、はい、え、マジ可愛いって思う気がする、はい、平野翔くんだったんですね。ちょうど多分25歳ぐらいじゃないですか、はい、だから年齢じゃないということは確か。あ、これは僕からの質問になっちゃうんですけど、後からの方がいいんですか、もう恋愛重ねてこの人いいなっていう時点でカミングアウトされるのか。あ、僕童貞ですって例えば合コンとかで知り合って、はいはい、僕童貞ですみたいな最初に言ってる人がいるか、それともこういいなと思ってデートした後に実は僕童貞なんだよねって言われた後の方がいいかな。あ、そうなんですね。うん、リナはその事実に引かへんから後でいいかなとは思うけど、うん、最初にね、例えばよくあるのわからん、よくあるっていうかその状況になったことないけど、友達とかが言いそうじゃないですか、こいつ童貞ないみたいな、あ、そうなんやみたいなくだりが先に知っちゃうみたいなことありそうやけど、なんか分からんけどこいつ童貞ないなって言ったらこの人には何か何があるんかなって思っちゃいそう。あー、なるほど。なんかできひん理由があるのかなみたいな、なんかすごい推しが弱いのか、それとも自分のハードルが上がりすぎてめちゃくちゃ可愛いことしかやりたくないと思ってるのか、なんとなく学生時代とか、まあ、社会人とかなっても周りの流れでそういう空気になんか取り残されちゃったんかなって思うとなんでやろっていう先入観で入っちゃいそうだから、先に知らなくていいかな。で、はい、いい人やなーって、こう、プラスポイントがいっぱい溜まってきた時に、実は童貞なんだよねって言われたものが、なんかそんなにマイナスポイントにはならない。ああ、なるほど。っていう感じですかね。
ちょっと男としてはでもやっぱ難しいかもしれないですね。童貞でプラスポイントを貯めていくっていう作業は、うん、女性経験がさ結局少ないっていうことになっちゃうから、そのデートしてる時とかのうまいサポートみたいなのもやっぱりこう人の方がそういうサポートも結局上手なのかなとは思いますよね、女性のサポートっていうか経験値的にどうしてもそうなりがちかもしれないですね。うんうん、かなと。カミングアウトのタイミングって本当難しいですよね。確かに。でも言わなあかんことなんかな、言わんと済んだら別に言わんでいいとは思うけど、まあめちゃ勉強して挑むことがいいんじゃないですか。なるほど、うん、まずちょっと童貞のあれなんですけど、デートとかもちゃんと勉強しないといけないってことですね。うんうん、その前に、うん、なんかだから女性の扱いみたいなのを勉強するといいのかな。だからいきなり二人じゃなくていいんじゃないですか。あ、なんかこう友達カップルとかと行ってこうちょっと見るみたいな、はい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 、研究する。やりすぎぐらいが意外と良かったりはするなとか思いますけど、こうやりすぎやろっていう、日本人はそういうやらないじゃないですか、ジェントルマンな行動を。でもやりすぎやろってことをやらなすぎて たまに誰かがやってると、すごいこの人はそのジェントルマンに見えたりするんですよね。多分恥ずかしいことなんですけど、こっぱずかしいかもしれないけど、意外と嬉しいと思います。じゃあ橋本さん、例えばこの童貞の人のデート企画でインカムつけてもらって橋本さんが指示出すとかあったら完璧なサポートできますか？めっちゃ壮大なさプロジェクト始まってないそれでもだいぶ面白そう。ええ、そこはこの道道路側かなみたいな。うわ、やりたい。店行って、いや、そこは椅子引いてとかね、はい、うわ、やりたいですね、それ。ちょっと下打ちとかもして、あれ、こそうなんだよみたいなやりたいですね。そういうのもありですね。はい、ちょっと募集しましょう。はい、ちょっとじゃあ次最後ぐらいになるんですけど、はい、もう一個いいですか。はい、すいません、たまたまちょっと童貞が、いや、たまたまちゃうよ。絶対ウィキペディアで童貞って検索してさ知恵袋のその質問拾ってるでしょねえ、すいません、たまたまなんですけど、なんかでも童貞とかいう言葉も平気で言っちゃうようになって嫌やな。ああ、スタッフがですか？言わせてきて普通に言えるようになっちゃって。ああ、すいません、橋本さんの持ち込み企画。違うわ、落ち込んでんねん次は大丈夫です。ちょっと真面目なピュアなやつで、はい、恋愛未経験、うん、M 属性の童貞男子の落とし方を教えてください。初対面にやった時にすることを2つ具体的に教えてほしいです。恋愛経験のないド M 君の童貞の落とし方を教えてください、はい、それ誰目線の質問なのこれこれは女子がもしかしたら書き込んだかもしれないですね。あ、すいません、一つ受けてました。はい、そのまま読みますね。あ、胸以外でお願いします。え、待って、どういうことどういうことか分からない。なので初対面にやった時、胸をアピールポイントとするのはなしということです。多分この女性は見込んでて、多分 胸に自信がないと。はい、すいません、橋本さんの武器一個縛っちゃうんですか。ほんまや恋愛未経験の童貞くん、M 男くんを落とす方法を具体的に2つ、はい、恋愛未経験の M 男くんがいるとして、その子をどう落とすかってことやんの。めっちゃむずいな。めっちゃ具体的ですもんね、相手も。なんでその子が M 男くんってわかんねやろうな恋愛未経験やのに。相手が未経験なだけで女性はあるんじゃないですか。逆に女性の方は経験はあるけど、そんなやつ初めてあった。はい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 、はい、でもちょっと気になるみたいな、うんうんうん、どうしていいかわからん、いや、グーチ絵袋に書き込もうってことじゃないですかでもそんなもう M っていう分かりやすいものがあるんやったら、もう自分がめちゃリードするしかないんじゃないですか。あ、でもその分からんけど、M 男くん恋愛経験なくて童貞くんなんやろってなったら、なんか年上の引っ張ってくれる女性とか好きそうじゃないですか。はいはい、態度も煮え気なのかもしれないですねうんうんうん、してあー可愛いけどね、それはそれで。で、2個具体的に教えてくださいと、はい、本音胸以外でってことやろ。はい、だから初対面でいきなりムラムラさせるのは無理ってことですね
で、どうしたらいいかってことを、はい、そうですね、どうしたらいいかってことです。どうしたらいいかってことだろう。めっちゃむずくないですか。そう、 M でも S でもその恋愛するまではそんなにこだわりないような気もするけど、どうなんやろ。まあ、これの場合 M っていうのは多分奥手で、あんま自分からグイグイ来てくれない人なんじゃないですかね。じゃあもうグイグイ行くしかないんじゃないですか。まずは、うん、宅飲みしたら。いきなりですか。いきなりっていうか、お前いい子よ。うん。なんか外とかだと構えちゃいそうやん、なんかそういじいじしてたら。はい。だからもう映画見るとか、家で、あ、家で映画見ようよって言って映画見てグイグイ行く。なるほど。うん、どうですか。これはもうめちゃくちゃありがたいと思います。あとで橋本さんの家の住所。なんでうちやねん。なんでうち貸さなあかんの。なんでうち貸さなあかん。1個はじゃあ家に呼んで、うん、映画を見る。はい、映画に誘う。もう一つありますか。うん、M 男くんなんやったら、まあ、嘘かほんまかわからんとしても自分が S やっていうアピールをする。ああ、うん、まあその子がマジで自分俺めちゃくちゃ M なんだよねって言ってたとしたら、 S の女性を探してるわけじゃないですか、はいはい、でそこに M の女性が現れたとしても、はい、俺たちは合わないと、はい、なりそうやから S だってことを公言する、その子の前で。はい、私は S やけど今日家来て映画見えへんって言うってことですか。怖っ。怖っ。だからそのおうちデートの中でそういうちょっと話になった時とかにこうふんわり出すみたいな。はいはいはい。公言するっていうより誰々くんって M だよねみたいな、そっちからの方がいいかもしれないですね。うんうんうん。難しいやろ。でな、自分が S じゃないからさ分からんねんけど。逆じゃないですか。こうされて嬉しいみたいなのが当てはまるんじゃないですか。ちょっと男女は違いますけど。女の人の S、なんか、めっちゃむずいな。むずいけど、うん、なんか S やなこの人って男の人には出会うけどさ、S やなこの人って女の人あんま出会わなくないですか、なんか。やっぱ女性難しいかもしれないですね。女性で。いや、難しいんですよ。わがまま言ってたら、うん、わがまま言ってるから S と思われがちなんですけど、はい、わがままを言いたい M もいるんでね。なんか、そのなんかわかります？わがまま言ってる人がみんな S ではないって。橋本さんですね。いや、違う。ちゃうねんけど、わがままは基本みんな言いますから、女の子は。はい、でも、S です。いじめたりしたいんだよね、みたいな感じで、もう言っちゃう。どう？ってなりますけどね。どういうこと？なんかいじめたりしたいんだよね、はい、みたいなこと言う、はい、あ、それから、あのなんかレザーの服着ていくのどうですか？あ、格好からレザーのピタピタのパンツとか履いてって、はい、赤いリップとか塗って、はい、髪の毛とかき上げて、今日うち来ないみたいな、言う、はい、うち来ないはやめよう、断りそうやから。あ、今日うち行くよ、選択肢はない。ない。今日うちで映画見るよ。はい。これ決定。橋本さんは M やから、うん、レザーの、全身レザーの男性に、おい、今日映画見るぞって言われたら。いやいや。せん。キュンとせん。勝手に決めんなって。勝手に決めんなよって。すいやー。言うね。ちょっと最後のやつだけは、未解決になりましたけど、まあ参考にはなるかもしれないですね。ありがとうございます。はい。島さんいかがでしたか、今日やってみて。なんかその、橋本先生として、こう喋りましたけど、はい、そう、私が別に恋愛マスターなわけでもないし、そのなんか、心理的に何かが分かるわけじゃないんで、いつもめっちゃ喋った後に自分に対して、いや、誰が言うとんねん。誰が言うとんねんっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとでもね参考になってもらえたらいいかなと思います。そうですね、ありがとうございます。はい、これによって新しい企画も生まれたのでちょっとありがたいです本当に。もうすいません、なんか、はい、なんかまた質問があればコメント返しっていうかコメントチェックする企画もあるんでね、はい、私たちにはエッチなコメントにいいねするという、はい、なんでこの動画のコメントにもあのもしね童貞さんがいたら悩みとか書いてもらえたらもしかしたら答えれるかもしれないので、
具体的にプロデュースもするかもしれないね。橋本さんが1週間付きっきりで。付きまあ1週間というか、まあ、ビフォーアフターでもいいですけどね。もう1日で、うんうんうん。ちょっとそういう企画もやっていきたいな。はい。じゃあぜひそちらもお待ちしております。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、橋本チャンネルでした。バイバイ。童貞さんお待ちしております。入れなくていいですか？入れんでいいやん。